新企画発表。え、急に。なに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 。ちょっと急にな感じで、うん、すいません。あのですね、女性3人メンバーにお伝えしたいことがあります。はい、半年間あなたたち3人に先生をつけます。うん、よよポン。あのですね、はい、それぞれ先生をつけます。うん、で半年間その方のレッスンを受けてください。うん、はい、で半年後その先生とペアを組んで指定対決チーム、ホワイトチーム、オレンジチーム、ピンクチームみたいな感じで3チームに分かれて勝負します。はい、先生は、はい、でですね、うん、そこで大事な報告があります。うん、ピンク、つく先生発表します。はい、今野プロ。今野プロってあのスナックゴルフとか、うんうん、あのやってる方ですね。はい、直帰のね、はいですあのね、蝶ネクタイだね。チョッキベストか、チョッキって防弾チョッキみたいな。はい、今野プロをピンクにはつけます。はい、はい、半年間、はい、ペアで頑張ってください。はい、オレンジ、でで渡辺康プロ、うんうん、パタモンと呼ばれてる先生ですね。パタモン、はい、うん、の先生を半年間つけてレッスンしてください。はい、おはいと、今と誰に乗ったの。まだ決まってません。まだ決まってないんですけど、うん、あのすぐ見つけます。おちょっとね、今ねちょっと候補ね何人か当たってます。へ、はい、なのでちょっと待ってください。はい、はい、レッスン動画も月、2、3本それぞれ上げてきますんで、ちょっとねレッスンして練習して半年後の指定対決を頑張ってください。はい、うまくなりたい人、はい、90切りたい人、はい、っていうことです。男性メンバー倒したい人、はーい。ということで、この後にですねおさよのレッスン動画が流れますんで、はい、頑張ってどうなるかね、どうなるかで、はい、楽しみに見ていただければと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございました。うっす、お疲れ様です。おっす、どうも、恵比寿ゴルフレンジャーオレンジです。今回なんと私の師匠になってくれる渡辺プロ来ていただきました。どうも、渡辺と申します。よろしくお願いします。お願いします。半年間、はい、オレンジの師匠になっていただくという企画がございまして、はい、ちょびっと聞いてたんですけど、はい、まさか半年間壮大なスケールとは思ってなかったですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、目標はやっぱオレンジの80切る、80切り女子スリーサム勝つ、うん、っていうところだと思うんですよ多分一番。はい、そう、はい、なのでまあちょっとこの半年間かけて、はい、あのちょっとオレンジをうまくしていただきたいなと思いまして、はい、はい、それは頑張っていきます。はい、はい、ベストスコアってどのぐらい。ベストスコアは今91です。91 91ね、けど120持つよね。120もあの、やらかすときは結構ハマってるんで、はい、そもそもその他のこうホワイトとかあのピンクさん、はい、に勝つんだったらどのぐらいで回らないといけないとかってあるんですか。いや90前半じゃないと多分。それでじゃあ90前半で今は平均して回れないみたいな感じ。90前半はもう本当にまれにしかてか多分91が出たのがびっくりぐらいね、勢いで。私もずっと90後半が出ればまあいいとこぐらいだったんで、うん、あ後半出れば、はい、いやもうすぐうまく、ね、なってもらいたいから、レッスン内容はやっぱ秘密にしたいですね。やっぱけど動画で流れちゃうんだよ。あのそれオープンなんですけど。、はい、秘密にしたいなぐらいのね、まあ、そのぐらい、まあ、気合も入れつつ壊さないように、これがテーマで、うん。実際オレンジのスイングって見たことありますか。ないんですよ。あ、なるほど。いや、あのあえて見てないんですよ。あ、なるほど。そう、なんかこう、はい、今日先入観持ってももうなんかいきなりキャラとか性格、本当の性格とか知らないのに、はい、なんかこう教え方も決まってたらなんかこう、あ、確かに嫌悪感みたいに感じられるかなと思って、
で、ベストスコア的にはじゃあ80台は持っておきたいですよね。持っておきたいです、そうですよね、多分女子3人の中で誰が一番最初に80台を出すかっていうのは結構なんかみんなが持ってる、みんなが持ってるところだと思うんですよ。ちょっとこっちが緊張してた伝わるかな、なんか遊びじゃない企画ですね。そうですね、ちゃんとやらないとっていう、はい、というところでちょっと半年間ねお願いしたいと思いまして、はい、はい、じゃよろしくお願いします。お願いします。感度も最近悪くなってます。悪くなって、ちなみにダフリートップで言ったダフリーダフリが多いです。あ、ドライバーもダフリーダフリーダフリセカンドもダフリー。そこからのアプローチってどうですか？アプローチも波がありますね。いい時もあれば、でも大体短いです。私アプローチがもうちょっと寄ってほしいっていう感じに。あ、もうちょっと寄ってほしい、はい。じゃあアプローチもちょっと悪いかもしれない。苦手です。だから80台持つためにまず誰でもやらないといけないのがもうアプローチなんです、ね、そうです、ね、これはどのレッスンしてても絶対にこれは継続していく、まあ、アプローチを半年ぐらいでプロぐらい上手くなってもらえたらなって。しかも簡単なんですよ。15ヤードいないぐらいがプロみたいになればなっていうレベルでやっていきたい。で、あとどっちにしろダフリダフリってきたんで、基本持ってるクラブ関係なくそのスイング軌道が手前に落ちるってことですね。そうです、ね、それを今日理由原因が何なのかちょっと分かれば最高かなっていう。エラー修復、アプローチ、エラー修復でそもそも上手くなっていくための練習っていう、ね、この3本立てでちょっと行ってみようかなと。わかりました。はい、思いますね。はい、はい、やばそう今日やばそう。もう分かったっすよ。え？もう今の素振りで分かったっす。やばい。いやでも多分そうだと思う。私あの体重移動めちゃくちゃ下手くそなんですよ。っていうか、あ、これが出るってことですね。殴ります。そうです。もう殴ってる。音で分かった。殴ってるんですよ。え、基本スイング綺麗ですね。ありがとうございます、うん、で、スイング綺麗、これお世辞で褒めてるというより本当に綺麗だと思うんですよ、はい、ただ、振っていく先、振る目的、方向が違うだけ。あ、ゴルフってこう構えたら下に前に向いて構えますよね、はい、で下の前に向かってスイングしたら基本こういう風にこうドーンと落ちたり、はい、こう開いてのけぞったりとかするんですけど、はいはいはい、そもそもボールに対してスイングするんじゃなくて飛んでいく軌道に対してスイングしたいんですね。そうですね。だったらダフリっていうのは基本なくなってくる。下に向かって意識があるからドーンと落ちるけど、こっち振ってって言ったらまず横振りに なってくるボールっていう説明も本当はいらないぐらい、ずっとこの糸に当ててっていうだけで治っていくんです、で、それがあの一つメインテーマ、はい、で、それに関するいろんなレッスンをちょこちょここれから。基本は目的をこの糸の方にしましょうって言ったけど、ここじゃなくてこっち意識ってことですね。まず左に目標を持って練習するだけで、はい、基本的には上手くなっていく。こうやって真正面に向かってこういう感じになるんですけど、はい、次にあの糸見てください、はい、でもう少し背高くしてでスタンスしてドーンと真ん中というよりちょっとこう望遠鏡であっち見るようなこんな感じですよね、はいはい、こんな感じになってで肩もちょっと開いていいです、はい、もうこう左に全て左に吸い込まれている状態。そう、こういう感じですね、はい、でよーく左見てください。糸見て、で、一回バツンとありましょう。で、止まりましょう。はい、ストップ。で、その時は見てていいんですけど、ボールを。で、この時もう一回糸見ましょう。で、そのままゆっくり打たなくていいんで、糸向かって振っていく。え？そう。あ！当たった。すごい。うん。おお。っていうのを繰り返していく。で、答えを先に言えば、はい、こうですよっていうのをもう先ちょっと動きで見せるんで、ちょっといいですか。こうやって構えてますよね。はい。真正面で、もう頭の中スイングばっかですよね。で、
こうなる。なります。これがあっちだ、あっちだよ。軌道もあっちだよってなったら、こういう振りになってくる。はいはいはい。今のめっちゃお世話のやつに似てるんだけど。もう一回やってみてください。こういう感じ。ね、そうだよね。やる。いや、めっちゃやる、私。これが下見て、下を見たまんま左想像で振り抜いて左に打ってる人。はぁ。で、そもそもが左なんです。こういう振り、はい、もうあそこだよ、あそこだよ。だからこういう素振りとか、あと上まで上げ切って右真ん中ってやる人も、はい、結構苦手な人多いですね。特にバンカーとかやばい、やばくなっちゃう。で、基本左だよ、左、もう わざとやります。左だよ、左だよ、左だよ。こういうスイングに変えていきましょうっていう。ああ。そう。軽くでいいですよ。はい、左。そう。これで。確かに、ダブってないね。ダブってない。まだいけるな、これ。これでちょっと素振りしてもらっていいですか。これがダフるんですよね。ああ、なるほど。そう。これを次全力でバックスイング上げてみてください。全力でバックスイング。全力でバックスイング。もうバックスイング全力全速で行って振ってみてください。そう。腰取れる。腰取れる。腰取れるって言うの。いいぞ、構えへんって。基本ダフる人は、はい、こういう風に上げ切って。で、縦にブラーンと落としちゃう人が多いんですよ。ちょっとね、めっちゃちっちゃく早く上げて、もうすぐ左に行きますよ。はい、左で、もうもっと左見ながらでいいですよ。行きますよ。はい、はい、左向いて、もっと左に向かって向いて回る。はい、左。そう、こういう系のスイングにしたいっていうだけなんです。あ、そう、はい、向かい、はい、左。 OK、うん、こう、この、これをベースにしたいっていうだけ。はい、左。オッケー。もうちょっとじゃあ上げていいですよ。はい、はい、左。今ここでブランってなりましたよ。確かに。これがオレンジさんのエラーポイント。こうぶらつかずに、もう一回全速力で上げるけど、すぐ引っ張って左見て、はい、左。押し押し押し。はい。最初にやってたのがこういうスイングなんですよ。こういうブラーンとブラーンと、これをこういうスイングです。まあ見た目で言うとこういう感じ。はいはいはい。こうじゃなくてこういう感じ。少し横振りにするような感じで出たの。そうなんですよ。はい、ピン。これ綺麗です。うん。綺麗、今の。それだけでいい。テニスとかもやったことないですよね。ないです。例えばテニスで低い球が来てダウンブローする選手っていないですよ。はいはい。テニスどんなに低く来ても横振りなんですよ。こうゴルフの場合、下にあるから下に振り下ろすってやってしまうんですけど、基本は左に向かってくるっと回っていく。今の感じです。で、くるり、おうまい。うん。全然近くなってきてる。うん。え、そんなに違う？うん。うん。オッケーオッケー。今、下ろすとき、ハイドウでゆっくり越してます。こうなってますよね、はい、これも振り遅れの一つ。多分これ軽くてもやるんですよ。やりますね、こうなります。これ体止めなきゃとか、こうね、こう肩にかぶったらって結構思ってこう使ってくる人多いんですけど、これも振り遅れで、正しくは背骨は残るけど肩は回るっていう感じなので、構えてみてください。まあ難しいけど、はい、ゆっくりですよ。はい、で、あ、肩めっちゃ硬い。いや、硬いんですよ。そう、多分力抜いてここまで動かない。で、ボール見ててください。こういかないといけない。なら手って体の前にあるんですよ、これ、はい、これが、はい、上げてここ固めてこうやって打ってるんです。はい、腰回して。あ、そうです、そうです。こうやって打ってるんで、もうこれ振りを、これ結構多いです。うんうんうん。はい、もう一回、じゃあ次突っ込んでいいんですけど、こうやって突っ込んじゃダメなんですよ。はい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 。正しく、はい、力抜いてこう。こうやって肩が顎の下に入っていくぐらい。はい、もう一回。頭いいですか、触って。はい。ゆっくり、はい。こうやって突っ込めたら一番いいです。おお。なるほど。肩の入れ替えがもうゼロになる。ですよね。そう。だけかな。で、ちっちゃく引いては、はい、肩突っ込んで、そう、これ、はい、もう一回。振り抜いていいですよ。
はい、突っ込んで振り抜いて、はい、あー、なるほど。ちょっと変わってきた。変わってるね。はい、自分で突っ込んでみて、はい、あ、そうそうそう、OK です、OK です。いやでもこれなんか難しい。はい、もう一回やりますよ。はい、肩突っ込んで、そう。はい、もう一回。別に重いのでやる必要ないんですよね、これ。はい、はい、突っ込んでもっと、そう、OK です。おー、全然違うね。うん、綺麗。はい、ほんと？うん、右腕出して、はい、上げて、手だけの方がもっと簡単です。できますよ。肘を左膝に近づける感じで。肘を左膝に近づける。うん、あ、そうか、そんな感じ。こうやって、はい、力抜いて、で、こういうことですね。こうやって突っ込んでいけば、左に迫っていく、左の自分の出していくライン、ボールのラインに迫っていけば。そう、これでいい。あ、いいね。五木ひろしっぽい感じでね。で、ダメなヒロシは、はい、どうぞ。ダメなヒロシは、はい、切って、腰切って。こうなんですよ。あー、これです、私多分。で、ダフるんですよ。そう、ダフるんですね。なのに、左にも触れないから、もう止まるし、ヒロシ。ダメなヒロシは、ドーンってダフる。これがうまく突っ込んで、さらに左に意識があったら、こういう感じ。払い抜けないんですよね、いつも。はい、ストップ。ここまで。はい、もう一回。あ、いい、オッケー。めっちゃ腰が柔らかい。原エリカみたいなスイングになる。褒められてる。うん、原エリカさんのスイングを見てたらイメージ良くなるかも。おお、うん、似てる。いいんじゃない？うん、めっちゃいい。打ってみる？いやー、ちょっと怖いな。お、見てる。でもめっちゃ左に乗れてる感じはあります。いつもこんなに乗れてないです。なんか右に残りません？残ります。なんか右のこう腰にすごいテンションっていうか、こう、あ、めっちゃ残ってます。楽、ね、こう綺麗に突っ込んだら結構、ね、左足、左に、そう、左に乗れないなって思ってたんです。オッケーオッケー、進めるようになってる、うん、確かに、で、前に乗ってる、ちゃんとこのフィニッシュがサムネになりそうですよね。オッケー。で、今のが前までの悪い、はい、まあ、これ以上言ったら五木ひろしさんにあれなんですけど、はい、こういうね、固まってるってなったら、はい、あのままダフって吹けるんですよね。あ、はいはいはい。で、シャンクとか最悪出ちゃうっていう。で、今の右肩がうまくかぶっていけば、はい、悪い言い方すればかぶるなんですけど、うまく動いてくれば大丈夫っていう。っていうので打てばいいですよね。おお、壊しちゃった。うん、オッケーです。それに当たったってこと、すごいね。うん、だからまあこれでしっかり、はい、まあ別に内輪もいいし手でもいいんですけど、はい、こうやって鏡見ながら肩が入ってくるように、こうやって肩が入ってくる。今までこうやって打ってるんで、打ててないんで。確かに、うん、そう、一点見ながら、はい、どうぞ、通過させる。そう、そういう感じですね。こうやって振ってビューンって言いますけど、通過させる。そう、この使い方ができるようになって、左に風をしっかり起こせるように内側とか持って、そう、こんな感じで、はい。これは、まあ、これはまあ、あれですね、その自宅でもできる練習が ね、はい、だから素振りでもって感じですかね、やっぱり。そうですね、最初はあんだけ落ちるんだったらもう左に意識持った方がいいなって。だから家でもできるからいいんじゃない、ね、でもずっとやってね、やります、うん、じゃあ今回はとりあえずここまでということで、はい、また次回ね、ちょっといろいろとありますんで、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。